日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。キンウィングストリートのなんかクリスピーチキンとなんだろう、オリジナルチキンバーベキューソース、ヤンニョムソースを食べたいと思います。ん？チキンウィングストリートとは何ぞや。あなたはもしかしたら今そう思ったかもしれない。どうも自分も知らないんだけど、どうやらピザハットで取り扱っているフライドチキンブランドのようです。まあ、フライドチキンなのかどうかちょっと実際食べてみようかな。なので一部のピザハット店舗では、ピザと同じようにチキンウィングストリートも出前してくれるみたいですね。で、なんかヤンニョムはどれだけ辛いのか分かんないので、飲み物として麦茶、そして、まあ、アイスと食後のアイスデザートとしてこちらピザハットで買える、ちょっと待ってくださいね、袋から出しとけや、もうゴディバのアイスも用意してます。まあピザハット関係ないじゃねえかって思われた方正解ですけどね。というわけで、まあ、このオリジナルチキンかなの、じゃあちょっと、刺すって箸で刺すって行儀悪いですけどね、バーベキューから食べていきたいと思います。ほんのり赤みがかった茶色がまさにマクドナルドのチキンナゲットとかでよく見るバーベキューソースですね。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。うわ、ピリッと刺激があったり、ちょっとまったりとした甘さもあるソースになっていたりと、チキンも美味しいですね。ピザハット関連なんですが、ピザとはまた違った美味しさがしっかりと楽しめます。クリスマスイブとかに食べてみたくなりますね。確かサイトで見たらそういうバケツみたいなのもあったはずなので、ああでも一度食べたやつをもう一度やるのは自分の内容に反するんですよね。なのでどうしようかな、ちょっと考え中。どうせならクリスマスシーズンに大きなローストチキンとか販売してくれたら一番嬉しいんですけどね。ピザハットさん、チキンウィングストリートさん、どうかよろしくお願いします。チキンの美味しさについてはこの後すぐにレビューしますね。ごちそうさまでした。まず2つのチキンウィングストリートに共通するソースなんですけど、バーベキューソースは結構甘さが強めで、だけどところどころになんか砂糖でお菓子みたいな甘さじゃない、どこか素材が生きている、野菜とかがバランスよく溶け込んだカレーの、いやカレーとも違うかな、さまざまな旨味が凝縮されたソースのように思いました。一方でヤンニョムソース、ヤンニョム、ヤンニョムちゃんと言えよ、ヤンニョムソースは最初はそんなでもないんですけど、後から結構じわじわと辛さが来るソースなので、まあ麦茶は用意しておいて正解でした。食べるときは飲み物を飲んだ用意しておいた方がいいですね。でクリスピーチキンとプレーン、まあのチキンなんですけど、あっさりいただけるのはプレーンのチキンなんですが、やはり骨付き肉なのでどうしても食べづらさが出てきてしまいます。なんかソースがかかってるので手で持つというのもなかなかやりづらいですし、食べやすさという点ではクリスピーチキン、お肉の旨味という点ではオリジナルの方に、で一方のクリスピーチキンは外側の衣はサクッとしていて心地よい音で大きく聞こえてきましたが、多分切り方から考えるとなんか小分けにして揚げてるのではなく1枚のチキンカツを包丁で切ったような切り方になっていました。なのでちょっと思っていたのとは違いました。だから全体に衣、全体がカラッと揚がってる方がいいなと思われる方はちょっとがっかりされるかもしれないです。どちらも美味しいんですが、一長一短、凹凸があるような鶏肉です。で、こちらのゴディバアイスクリーム、バニラアイスの方は結構あっさりとしているのですが、甘さが比較的控えめな気がしました、ね、一方のチョコレートはさすがゴディバとさんと言うべきか、もうチョコの甘さがかなり濃厚で全面に出ていてとても美味しい、まあ、ゴディバのアイスクリームだったらやっぱりゴディバですから、チョコレートが断然おすすめですね、自分は。で、こちらのチキンウィングストリートなんですけど、さっきも言ったように繰り返しになりますが、どちらも一長一短で、いいところもあればちょっとなと思う部分もあるという商品です。まあ、あと2つあるんですけど、それはまた後日食べてレビューしたいと思いますね。なので今回はまあどちらも
4点とさせていただきます。それでは、おぼろ月、サラリーマンかな。遅くても遅いサラリーマンを月夜が照らしてるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。